してるですか？おお、携帯のカタログですか。姫も見ていいですか？やばいですか？
最近いろいろ疲れてるんだ。もうちょっと寝かせろ。ありませんの。お兄様、お隣にいらっしゃいませんかと。退屈ですわ。だってこれは授業ではありませんもん。あのような長いだけの話から学ぶものなんてありませんわ。で、あるからして、つまり、ですから居眠りせずに聞いておりますわ。我が子の。おい、ミツバ、いらんことを口にするな。申し訳ありませんわね。そうね。どうせ言ってもわからんだろうな。私、人形などで呼ばれているのです。具合がいいぞ。そういう風に作られたんだから当然だよな。はい。ではまた、ご縁がありましたら。ああ、もう、女の子泣かせるなんて最低です。
それではまた来週ですね。はい、また来週まで。バイバイです。カズマさん、ここ。ありがとうですよ。でしたら姫、初めからそのつもりですよ。カズマさん、その探してる人ってどんな人ですか？噂はダメでしたか。残念です。何かありましたですか？来られるときは姫も一緒ですよ。カズマさん、何か聞こえるですよ。離れろ、ミツバ。はい。はや、おたた、カズマさん、何するですか。カズマさん、あの方たち何してたですか？うん、カズマさん、隠すとためにならないですよ。つくづくデバガメがお好みらしいな。ちゃんと人気のないような頃を見計らっていますわよ。はあ、お綺麗さんです。そう、ありがとう。あ、いえ。そうや、私はこの子と話をしてきていいかしら。あれは？人じゃねえようだが。
それでわざわざ覗きに来てまで？用事でもあったのか？知ったことか。それで？用事とは何だと聞いてるんだ。ないならそれで構わねえが。なぜそう思う？まあいい。てめえの質問に答える前に俺の質問に答えろ。それが条件だ。安いもんだろ。まあいい。てめえはさっきの携帯と三つ葉以外にどれだけのやつを知っているんだ。覚えている限り詳しくだ。美術品？そうか。それだけ聞くとこいつの周りでばかり怒っているような印象を受けるな。が、あくまでこいつの主観だから必ずしもそれは当てはまらずといったところか。それで、てめえの聞きたいことは何だ？そんなもの、ただてめえが使おうとしていないだけの話だ。物ってのは人間様が使ってこそのものだろ。物には物の役目がある。人形には人形の、携帯には携帯のだ。携帯は主に電話するためのもんだが、電話をするのはてめえだろ。どうせ大方物任せにしてできねえとか言ってんだろうが、てめえが使って操作しなきゃ使えないに決まってんだろうが。ちゃんと取説は読んだのか。物はあくまで物だ。それを扱うのが人間だろう。わかるさ。てめえの様子見りゃそのくらい予想できる。あれは携帯だ。てめえが携帯として使ってやる以外に方法はない。はじめまして。はじめましてです。そんなに緊張しなくてもいいわ。大丈夫よ。取って食べたりなんかしないから。あなた名前はなんて言うの？私はミツバって言うんだけど。姫は姫子って言うですよ。そう、カズマ様同様いいなね。ねえ、姫子はひょっとして携帯電話なのかしら？はいですよ。私もそうなのよ。え、三つ葉さんも携帯でしたですか？姫全然気がつかなかったですよ。じゃなくて、私はお人形さんね。わからないなら姫子は知らなくてもいいわ。でも気になるですよ。そう、だったらまたいずれね。あの三つ葉さん、さっき何やってたですか？さっき
ああ、そうね。これもわからないなら知らなくていいことよ。三つ葉さん内緒多すぎです。ごめんなさい。じゃあ代わりに何か聞きたいことってある？今の質問以外なら何でも答えてあげるわよ。本当ですか？ええ。それじゃあ、です。あ、何かあった？三つ葉さん、姫、捨てられないようにするにはどうしたらいいですか？どういうこと？カズマさん、姫がいるですのに他の携帯探してたですよ。姫、カズマさんの携帯ですけど、カズマさんのお役に立てないから。ね、姫子、どうしてカズマ様が他の携帯電話を持ってはいけないのかしら？え、だってカズマさんには姫がいるですよ。姫だって携帯です。そうね。それじゃあ姫子はカズマ様にどうされたいのかしら？どうされたいですか？だって姫子にはカズマ様にしてほしくないことっていうのがあるのでしょ。だったらしてほしいこともあるんじゃないの？よくわかんないですよ。じゃあしてほしくないことっていうのは何？姫、捨てられたくないですよ。そうだったわね。じゃあ姫子はどうしてカズマ様に捨てられたくないのかしら？だってです、そんなの当たり前ですよ。三つ葉さんは違うですか？だって私はソーヤのものだから、ソーヤが私に何をしようが勝手でしょ。そんなの、どうしてそんな風に言えるですか？三つ葉さんが捨てられちゃったらどうするつもりですか？さあ、ネバーランドへでも行くんじゃないかしら。そんなのって悲しすぎるですよ。どうして？だってです、姫はカズマさんにそんな風にされたらすごく悲しいです。どうして悲しいのか考えたことってある？どうして捨てられたらいけないのか考えたことってある？だって姫はカズマさんのものですから、カズマさんと一緒にいないといけないですよ。つまり姫子はカズマ様のそばにいさせてほしいのよね。そうですますか？私はきっとそうなのだと思うわ。それってどういうことか自分でわかる？よくわからないですよ。ゆっくり考えるといいわ。ちゃんとわかるようにできているから。あら、あ、姫が出るですよ。はい、ちょっとだけ待ってくださいです。タエ姉さん、秘書さんから火急の要件だそうですよ。あら、そう、はいはいはいっと。何か良くなかったですか？
せっかくお揃いでしたのにです。たえ姉さん遅いですね。ずっと考えてたですよ。姫はカズマさんのおそばに一緒にいたいです。他のどんな方たちもカズマさんのそばにいてほしくないですよ。それはそうですけど、それだけじゃないですよ。そんなの考えたことないですよ。姫はカズマさんの待ったじゃないわよ。あ、どうしたの二人とも。ツッコミないとボケが生きていけないじゃない。いえ、なんでも。あ、やっぱりわかった。特価セールで半額だったものですよ。京子さんは余計なことを言わない。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃない。ちびちゃんもそう。え、はいです。お姉さんの作ったものの方がいい。二人とも好みにはうるさいこと。はいはい、今度から気をつけます。ごちそうさまです。